で日本語学とは何かってね、うん、一言で言えって学生がね、うん、言うから、日本語を対象とした言語学なんだっていうのを言いなさいって、うんうんうん、で言語学の説明聞かれたらどうするんですかって話になってね、言語が動いている目に見えない仕組みを探るんだってね、うん、かっこいいだろうみたいなね、うん、まあ打ち言葉っていう言い方を使った人がいるわけですけど、うん、スマホとかそういうもので、うん、メールとかで打つっていうようなことが、うん、書き言葉話し言葉の、まあ、仮に真ん中にいたとすると、うん、どっちへ引っ張られてるのかっていう感じになった時に、話し言葉よりに引かれてるような気がすると、うんうんうん、我々物書きだったら、文章書いたら編集者と校閲者がチェックして、こう違うよっていろいろ整形されてね、最終的には出版されますけど、ツイッターの場合は当然のことながらみんなが打ったらそのまま出ていくと、はい、そうすると例えばラ抜き言葉が典型ですけどね、そういう言葉をみんなが喋るかのように打ったりもする。従来の規範から見たら間違ってるとも言えそうな表現が、しかしみんなに共有されて、うんうん、ある種のフィードバックがかかるっていうのかな、うん、その言い方でいいんだよね、そうそう、うんうん、みたいな、うん、もちろんその録音手段もないから形としては残らないわけですけど、例えば室町時代の末に宣教師たちが日本に来て、彼らが日本語のテキストを作ってるんですね。でそれは自分たちの日本語の練習のために主に作ってるんですけど、現代だったら輝くって言ってる言葉が、そのアルファベット綴りだと輝くというふうに書いてあるから、この単語はその時期にはそこは西音だったんだろうってことがそれによってわかる。でそのアルファベット綴りを九州全土をどうやって長官するんだっていうすごい朝鮮半島見てんだっていうすごいですね、このダイナミックな、ここそうそう、ここ下関とかがあって、うんうん、桜木町、横浜、東京あたりの感じが、うん、こっちはもう書けないんですよ ね本当に想像の上でこれを再構成するっていう操作が入るから、うん、そこで差が出るわけですね。近藤さんがおっしゃった通りで、人文学ってつまりこういうことだと思うんですよ。そう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 、ありえない全体をでも提示するっていうね、うん、そうなんですよ。